はい、このチャンネルをご覧の皆さん、モリンちゃんことモリンです。今日はね、幻のペンフレット、これ原作を読みました。で、原作を主流に、まあ、ベースにして、まあ、2001年、まあ、幻のペンフレット版では、まあ、NHK で今から18年ぐらい前、2001年ですか、もうそんなになりますかね。ちょっと古い話みたいな感じですよね。で、この、まあ、とりあえず原作の方を読んでみて、まあ、当時思ったことは、個人のプライバシーとかいうのはあまりそれ当時はこだわってなかった。この時代は、まあ、どちらかといえば、まあ、例えば当選しましたとか、それから、まあ、ペンフレット募集、仲間募集、まあ、そういった触れ込みで、まあ、新聞とか雑誌とかでも住所とか名前とかいうのはもうほとんどそのまま、まあ、掲載されていたと。で、僕も覚えあるんですけどね、子供の時にね、まあ、中学校ぐらいの時かな、何せ、まあ、ちょっと大げさに言ったら小6から中1にかけてかな、地元の新聞社なんかに新聞の、まあ、ヤング、日曜ヤングコーナーみたいなのがあって、でそういったところに、まあ、10代の意見とか、それからイラストがとかね、そしてペンフレット募集なんていうことがあって、でペンフレット募集にですね、まあ相手は無論異性ですよ、まあ女の子なんですけど、まあ手紙を送ったという覚えがあります。うん、ペンフレットを募集ってことですね。だから、まあそんなに個人のプライバシー運っていうのはね、あれだった。それと原作を書いた眉村拓さん、まあ彼も言ってるんですけど、その時代、まあ、かなり前ですけどね、1960年代ぐらいかな、ぐらいの時は、お金に対する、まあ、価値観っていうのはちょっとかなり違いますよね。例えば、まあ、この本の中にもあるんですけど、1万円というのは、まあ、4、5万ぐらいの値打ちがあったと、当時はね。で、まあ、JR の、まあ、国鉄とかの運賃なんかが当時は20円ぐらいで乗れたんだそうです。だから、まあそれから行くとちょっと、まあ、若干あれはあるんですけどね。無論ね、当時の紙幣なんかも500円札とか100円札とか、まあ紙でできている質がね、100円玉とかいいんじゃなくて500円札、100円札なんかがあったというのは、若干だけですけど、私もそんな、昔の古いコインのまあコレクターというか、そういった感じでね、集めてる、まあ友達のお父さんが集めてるみたいな。でそれを見た時、ちょっと見せてもらったことあるんですけど、まあちょっと50円玉でも確か真ん中に穴が開いてなかったように思ったんですけどね、ちょっとその辺の記憶はさなかではないです。でこの本なんですけど、これ中身ちょっとページを見比せてもらいます。まあこれが最初の扉の見出しですね。でこれはね、最初は相手の本郷玲子、彼女は中学2年生ですということで、年上の設定になってますよね、若干はね。で中身ピラピラとめくっていくと、ああそういえばどっか2001のセリフとか、それからまあ、なんて言うんでしょう、まあ、映像の中にね、あ共通している部分がいくつか出てくるなぁと。でこれをベースにしてるわけなんですよね。これなんか、まあ第1話なんですけど、
井原久美子となんか廊下みたいな渡り廊下みたいなとこでこうこけて当たってみたいな感じのシーンですよね。で、カバンの中から青い封筒が出てきちゃうと。で、彼女自身はね、どうも父親の反対かな。で、相手の本郷玲子とは、返事のやり取りをしないと。で、それに対しての、費用として1万円送ってきたんだけど、それを送り返そうとしても、住所不明で戻ってくるって。で、そんな感じで、ちょっと、物語が展開していくと。これは偽札ではないかと。しかも、井原久美子ですか、この作品の中のね、父親が、銀行員というふうになってます。ですから、偽札の云々とかいうような、そういうふうな場面もあるわけです。ただ、2001の場合は、それは、なかったように思うんですけどね。父親はちょっと存在がなかったように思ったんですけど、ちょっとね、僕もね、1話から3話までは見たことがないので、ちょっと若干その辺あたりは、っていうことなんですけどね。で、黒ずくめかな、こう帽子のハットをかぶった、こうイラストの中にもところどころ出てきますけど、とてもね、これ読みやすい本になってます。これ講談社から出ている文なんですけどね、最初に出たその作品が、最初に出た時は岩崎書店だったのかな、あまりそう何そのなんて言うんでしょう、出版社があるでもなかった。今のような講談社、集英社とかね、それから秋田書店とか、そういったところではなかったようですね、最初に出た時はね。で、順次、その出版が順次、変わっていったのかな、出版社がね。その辺あたりはちょっと私自身もわかりません。で、こういった感じで物語が進められていくですが、これ、全部読んでも200ページちょっとで、そんなに時間はかからなかったですね。でも展開としては非常に面白いなぁとは思いますけどね。こういうのってリメイク版で、アニメとかにならないもんなんですかね。時々そう思うんですが、皆様どう思われましたか？そのプライバシー云々っていうに関しては、一番、近年ですよ。個人のプライバシー云々守ろうとかいうのはね。ちょっと、一例をちょっと取り上げてみましょうか。じゃあ、これね、ラジコン関係かな。ホビー RC のね、RC マガジンですね。RC マガジンで、これ僕自身、私自身がかなり前というかね、本に載った時に、住所と名前とかすべて、書かれていて、で、こちらの方、タミヤの RC っていうタイトルなんですけど、この方もちゃんと当時は、住所とかは載ってましたね、すっきりとね。で、他にもたくさん、住所関係なんかは、この雑誌を、見る限りではところどころにあったわけですよ。で、個人のこのプライバシーっていうあれでは、当時はそんなに、こだわってなかったのかなと。じゃあ、これ、いつ頃って言いますと、1995年ですから、この段階まではね、雑誌のその、出版社の、あれによって、若干、その目的とか、ああいうふうな、ね、趣旨によって、ちょっと若干違ってはくるんですけど、載せてもらって、わーい、みたいな感じでしたかね。この時もらったのは確かね、景品だったかな。ちょっと正確に思いま、あ、ステッカーみたいなね。ステッカー。特製ステッカー。こういうのを、
が送られてきたような記憶があります。はい、まあ他にもちょっとね紹介しましょうか。でも無論当時載せられたとしても住所が全部載るとか載らないっていうこともよくありますからね。まあその辺とかだから出版社によってちょっと違うっていうことなんですけどね。うん、じゃあこれがですね当時のラジコン技術ですね。これ僕自身が写真撮ったりして送った分なんですよ。でこれラジコン技術当時は素人さんの作ったやつなんかを主に紹介してるんかな。まあ無論その趣味とかマニアックな方とかね、そういったそのなんて言うんでしょう、飛行機でもこういったことはかなり熟練しないとあれなんですから経験積まないとですけどね。で当時もやっぱり顔写真とかそういうのは十分すぎるぐらい載ってました。各この顔の部分はこの人自身にちょっと迷惑かかったようあるかなと思ってちょっと訂正したんですけどね。でこれ一番下の部分の宇宙戦艦ヤマトの部分が私のかなり若い頃の写真ですね。うん、それがちょっと掲載されてたというわけなんですけどね。これがね1995年の5年ですね、4月ですね。だから1992、3年ぐらいからラジコンに関してはちょっとあれだったかなというような感じなんですけどね。当時いろいろと作って主にやっぱりね船が好きだったんですよ、洋上物がね。で洋上物でしかもプラモデルなんかでもやっぱり戦艦タイプのが好きでしたから、かなりその宇宙戦艦ヤマトに関しては結構こだわりがあるんかなというふうには思いましたけどね。ではね最後に例の Y の赤丸ですね。これ、辻治さんでよかったのか、彼にお願いして、そのメールの内容を詳しく和訳してもらいました。で、彼にはこういった点でもちょっと勉強になってですね、ああ、そういうことだったのか、みたいな感じです。だから今後はできるだけこれは受けないような動画を自分なりに考えて作っていきたいなというところが本音でしょうかね。もしよかったら、彼の動画をチョイス、懐かしいのというふうに私の方のチャンネルの中にね並べてあります。高く評価したとかね、そういったところで彼の上げている動画を見られるような形になってますんで、もしよかったらそのチャンネルからご覧ください。それじゃあ、次回また。